阪神甲子園球場です。阪神タイガース対西道、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の青柳、西道の先発は右の古谷、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の青柳マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは倉持。第1球投げました、打ちました。第2球投げました、打った、これは内野ゴロ、あっと弾いた、取れない。記録はサードのエラー、サードのエラーです。第1球インロー際どい球、ボール。第2球一塁ランナー出た、ボールを二塁へ送った、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第3球を投げました、決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げた、打ちました、打球はサードの右、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、ボール。第2球投げた、アウトコースいっぱい、ストライク。投げた、低め、外れてボール。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ、ボール。第5球投げた、打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点に入りました、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク。さあ4球目、ボール。第5球投げました、打ちました。さあ6球目、見逃し三振。さあリプレイです。青柳、今日はまずまずの立ち上がりです。右の古谷マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは中野。第1球外れた、ボール。第2球投げました、変化球ストライク、インハイへ。第3球は打ちました、当たり損ねのサードゴロ、あっと送球それた、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山本。第9球初球空振り。第2球投げました、ストレートはボール、内角へ。第3球を投げました、ボール、インコース低め。投球これから4球目、豪快に引っ張った、サードの左、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番近本。第1球投げた、低め、直球は外れてボール。第2球打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点、取りました、これで3アウト。古谷、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、西道攻撃に入ります。この回の先頭バッターは前園。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。投げた、3球目空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、高速シュート、ボール。第5球投げた、見送ってボール。さあ6球目投げた、ストレート、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターはピッチャー古谷、初球を打った、フラフラッと上がった、
青柳落下点に入った、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番東條、打った。梅野余裕があります、取ってアウト、3アウトチェンジ。青柳3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤。第9、投げました、打ちました。金丸取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番大山。第9、初球打ち引っ張った、ファール。初球ファールから第2球投げました、見送ってボール。投げました、ストレートはボール、外角へ。投球これから4球目、打った、ファースト前方のフライになりました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番糸原。第9、投げました、初球空振り、いきなり152キロ。初球空振りから第2球、2球目ストライク、早くも追い込まれています。第3球、一つ外してボール。第4球を投げました、打ちました。第5球、投げた、内角高め、ボール。第6球は打った、レフトへのフライダー、麻生落下点に入った、掴んで、これで3アウトになります。タイガースわずか3人で攻撃が終わりました。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、聖堂攻撃に入ります。この回のトップバッターは金丸。第2球、投げた、スライダーボール。投球はこれから3球目、空振り。第4球を投げた、流し打ち、アウト。ロドリゲス一塁キャンバス踏んでアウト。右バッターボックスは9番麻生。第9、投げた、ストライク、思い切って振っていきました。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました。次は5球目、投げました、打った、切れていきます、ファール。投球はこれから6球目、打ちました、内野ゴロ。糸原ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って倉持。第9、初球空振り。第2球、投げました、ボール。投球は3球目、投げました、外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました。第5球、投げた、見送ってボール。投げた、変化球、外れてフォアボール。バッターは2番小湊斗。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。1球目空振りから、ランナースタート、キャッチャー2塁へ送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。3回の表が終わって両チーム無得点です。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはロドリゲス。第9、これは引っ掛けた、金丸掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番梅野。第9、投げた、ボール。投げた、ストレートはボール。投球はこれから3球目、
直球空振り。投げました。ストレート空振り。第5球投げました。打ちました。これは内野フライ。古谷余裕があります。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー青柳。第1球打った。ファールボール。さあ次の投球投げました。ボール。第3球を投げました。ボール。さあ4球目内角低め、ストレートは外れてボール。さあ5球は5球目投げました。打ちました。三遊間のゴロ。倉持ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。古谷下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の裏が終わりまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは小湊。最初のバッターボックス初球から打ってった。当たり損ない。ロドリゲスそのままベースを踏んでアウト。左バッターボックスは3番白洲。第1打席はショートフライに倒れています。打ちました。初球打ち、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番三幸。第9投げた。ボール。第2球打ちました。第3球は打った。ファールボール。さあ4球目高速シンカーはボール。高め。第5球投げた。打ちました。中野バックしていった。取ってこれで3アウトチェンジ。青柳この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって0対0です。タイガースこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは中野。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げた。低めストライク。少し意識しすぎたか。投球はこれから3球目打ちました。打球はショートの右。倉持取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球投げた。打ちました。第3球を投げた。打った。ファーストの正面。前園そのままベースに入って2アウト。バッターは3番近本。第1打席は内野フライに倒れています。第2球ストレートはボール。高め。第3球まっすぐ空振り。バッター追い込まれました。さあ4球目ボール外へ。第5球投げました。打った。流し打ち。ファール。投球はこれから6球目打ちました。ファースト真正面。前園ボールを取る。前園一塁踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。古谷この回も素晴らしいピッチングです。5回の表聖堂攻撃に入ります。トップバッターは前園。初球見送ってストライク。第2球流し打ち。どうだ。ライトの右。ファールボール。第3球は外角高め。外れてボール。第4球を投げました。膝元。スライダーは外れてボール。第5球投げました。ストライク。見逃し三振。バッターはピッチャー古谷。第1球投げました。打った。糸原掴んだ。一塁へ送る。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番東條。第1打席はファールフライに倒れています。打ちました。投球これから2球目直球ストライク。外角高め。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。内角高速シュート外れてボール。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。外れた。ボール。第6球を
投げた、打った、一、二塁間、山本ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。青柳この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球ボール、インコースへ。第3球を投げた、インコース高め、空振り。第4球を投げた、見送ってボール。次は5球目、投げました、スプリット外れた、フォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。第1球、初球すっぽ抜きました。第2球投げました、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第3球インロー、外れてボール。次が4球目、投げました、縦のスライダー見送ってストライク。第5球投げました、初球見逃し三振。バッターは6番糸原。第1打席はレフトフライに倒れています。さあ次の投球、これもしかし空振り。第3球を投げました、外角低め、ストレートは外れてボール。投球これから4球目、アウトロー、直球は外れてボール。さあ5球目、ボール、投げた、打ちました、ファール。投球これから7球目、三振、二塁送球はどうだ、これがタッチアウト、盗塁失敗。タイガース2者連続三振に打ち取られました。前半が終わりまして0対0です。試合は後半6回に入ります。トップバッターは金丸。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げた、ストレートはボール。投球はこれから3球目、打ちました、切れていきます、ファール。第4球を投げた、引っ張った、ファール。投げた、ボール。第6球を投げた、打った。第7球を投げました、打ちました、三遊間の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番麻生。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、中野交代、落下点で構えます、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って倉持。第1球投げました、スライダー見送ってストライク。第2球投げました、高速シンカー決まってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、ボール、低め。投げた、インコース低め、ボール。投げた、高速シュート、ボール。第6球を投げた、打ちました、セカンド左への打球、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。6回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターはロドリゲス。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。スプリットはボール、内角低め。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げました、ストレートはボール、アウトコース低め。次は5球目、投げました、打ちました、フラフラッと上がった、前園下がっていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番梅野。第1打席はピッチャーフライに倒れています。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、
打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、さらに伸びていく、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー青柳、第9投げました、外れた、ボール。第2球投げた、空振り、154キロのまっすぐ。第3球を投げた、打った、金丸取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。古谷、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。6回までが終了しまして0対0です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは小湊、今日はサードゴロとファーストゴロ。第2球打った、ピッチャー返し、抜けた、青柳、ノーヒットノーランならず。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。左バッターボックスは3番白洲、今日はショートフライとレフトフライ、ストレートはボール。投げた、打ったいい当たりだ、あっと右中間、どうだ、これはヒットになります。中継、白洲ツーベース、タイガース先制のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント、タイガースここで前進守備を敷きます。投げた、初球外れてボール。第2球投げた、空振り、第3球は打ちました、一、二塁間のゴロ、一塁送球、山本取ってアウト、これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げました、インコース、高速シンカー外れてボール。第2球投げました、空振り、第3球はボール。第4球を投げました、見送ってボール。次が5球目、5球目空振り、投げました、高速シュート、見送ってフォアボール、これで塁が埋まりました。第1球投げました、初球空振り。さあ、次の投球ボール、アウトコースへ。第3球を投げた、ボール、投げた、ボール。第5球投げた、5球目空振り。第6球を投げた、打ちました、ライトへ上がって、これは犠牲フライになるか、取りました、ランナースタートを切った、三塁ランナーホームイン、ついにこの試合初の得点が入りました。セドやりました、これで勢いがつきそうです。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。青柳降板、右のアルカンタラ、厳しい場面での登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは7番東條、今日はファールフライと、初球を打ちました、セカンド左横のフライになりました、取りました、これで3アウト。満員の甲子園、タイガースファンの思いが詰まったカラフルなジェット風船がたくさん舞い上がりました。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは中野、今日はサードゴロとショートゴロ。第2球直球決まってストライク、投げた、直球空振り。第4球を投げました、打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは島田。第1球投げました、外れた、ボール。第2球
投げました、打ちました、これは内野ゴロ、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。先ほどのプレーです。バッターは3番近本、今日はショートフライとファーストゴロ、投げました、高めいっぱいストライク、いきなり154キロ。第2球、ストレートはボール、インコース高め、投球は3球目、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げた、ストライク。第5球、投げた、ボール。第6球を投げた、打った、金丸ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース、打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。7回の裏が終わりまして1対0です。さあここは守備を変えてくるようです。8回の表、聖堂攻撃に入ります。先頭バッターは金丸、今日はファーストゴロとサードゴロ。第2球、投げた、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから投げた、見送ってボール。第4球を投げました、低め際どい、ボール。さあ5球目、スプリットはボール。第6球を投げました、打った、これは強烈、いった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ、2対0、セドリードを2点に広げます。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。代打はユイ。第9投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を外角、スプリット外れてボール。第5球投げた、打ちました、内野ゴロ、大山掴んだ、大山一塁ベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って倉持、投げた、内角外れてボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、変化球はアウトローへ、ボール。さあ4球目、ボール。投球これから5球目、流し打ち、どうだ、レフトの左、レフト前ヒット、ボールが転がる、中継、倉持ツーベースヒット。バッターは2番小湊、今日4度目のバッターボックス。初球空振り、いきなり152キロ。初球空振りから打った、左中間へ持っていきましたが取りました。あと二塁ランナータッチアップ、なおもピンチが続きます。アルカンタラ降板、ここでマウンドに上がったのは渡辺、今日3番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。初球高速スライダー空振り。第2球投げた、ボール。第3球打った、右へどんどんと切れていきます、ファルボール。投げました、あっと引っ掛けた、これはセカンド真正面、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって2対0、聖堂リードはわずかに2点です。8回の裏、2点を追いかけますタイガースの攻撃。トップバッターは佐藤、今日はサードゴロ、初球を打った、ショート右横のゴロ、ボールはファーストへ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番大山、今日はファーストフライと三振。第9、投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、空振り。
第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。ファール。第5球投げた。ボール。第6球を投げた。ボール。さあ7球目投げた。154キロ直球。空振り三振。左バッターボックスは6番糸原。今日はレフトフライと三振。初球から打ってった。右中間へ上がった。センター交代。ヒット。糸原一気に二塁へ。糸原ここは意地でノーヒットノーランを阻止しました。今日初めてのヒットになりました。投げた。初球はストライク。いきなり151キロ。第2球インコース引っ張って取ってアウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。古谷ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。さあいよいよ最終回。先頭バッターは三幸。ボール。投げた。ボール。高め。投球は3球目投げました。外れた。ボール。第4球を投げました。おっと打ちました。ピッチャー返し。抜けた。三幸ナイスバッティングです。渡辺降板。右の浜地最終回2点ビハインドの場面でマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。ボール。投球これから2球目。2球目空振り。第3球パーも決まってストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。センターからサードへ。前園いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあ次の投球インサイド直球はボール。第3球を投げました。カットボールはボール。さあ4球目ストレート空振り。投球これから5球目。打ちました。レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが掴みました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。バッターは7番東條。今日はここまで3打数ノーヒット。投球これから2球目見送ってボール。投球はこれから3球目見送ってボール。第4球はカットボール決まってストライク。第5球投げました。見逃し三振。先ほどホームランを放った金丸。第1球投げた。ボール。さあ次の投球外れた。ボール。第3球を投げた。低めの球空振り。投球これから4球目ボール。さあ5球目打った。センター方向へ持っていきましたが掴んでこれで3アウトになります。2者残塁。9回の表が終わって2対0です。9回の裏2点を追いかけますタイガースの攻撃。トップバッターは梅野。タイガースここで一つ形を作りたい。1球目空振りから第2球投げた。アウトコース低め。ボール。第3球を投げた。打った。左へどんどん切れていきます。ワンボール。高め外れてボール。第5球投げた。見送ってボール。次は6球目投げました。ストライク。空振り三振。バッターは代打糸井。第1球投げました。ボール。第2球ボール。投げました。真ん中ストライク。第4球はこれは引っ掛けた。ファースト後方のフライ。前園落下点に入った。取りました。ここは意地を見せてほしい。
バッターはトップに帰って中野、タイガース最後のバッターになるのか。第2球投げました、インハイ、ストレートは外れてボール。第3球を投げました、外角高め見送ってストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。第4球を投げた、インコースボール。次は5球目、外れた、ボール。投げた、打ちました。投球これから7球目、流し打ち、ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げた、打ちました、これは内野ゴロ。倉持ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、ゲームセット。古谷見事な完封勝利、タイガース惜しくも逆転ならず。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた古谷、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対0、タイガース2点差で敗れました。勝利投手は古谷、敗戦投手は青柳、タイガース残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。